一緒に、はい、我々と、はい、これをちょっと他の器に移して、はい、ちょっと薄めします。あ、分かりました。こっちが表面になるんで、これ一回前の方に、前の方でネジとかってどれぐらいが入ってる。いや最適じゃないんだけど、ちょっと遠目で、はい、どのぐらい立つかによって、はい、すごいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。こんな感じです。オーナーが作ったミヤに来まして、2日間ですけども、一緒にまた作り直すと。金井さんのウッドデッキを DIY する動画を拝見させていただいて、実際にウッドデッキを作ってみたんですけども、いろいろと問題点がたくさん出てきたんですね。助けてほしいです。通行人とかからの視界が、視線がすごく気になっちゃう。子供が生まれる前に大人の感覚で作ってしまったのがあって、庭がちょっと少なくなってしまったり、こじゃれた駐輪場にしたいな。管理がなかなかできないぐらいの広さがあるので、管理しやすい花壇にできたらいいなと思います。ちょっともったいない空間的に子供が遊べるプライベートの空間、これを今生かしていけば、カバーすればいいかなとは思います。宴会はここまでなので、あとはお願いしたいと思います。一緒に、はい、我々と一応ですね、ご主人と買い物に行きまして、まあ、ちょっと必要なのを最低、まあ、大体足りると思うんですけども、一応買ってきまいりました。ちょっと作業的には、ちょっと後ろ、小林さんとご主人で先に、薬剤をペイントしてもらいます。で、私が、駐輪場の方の柵を立てるのに、こちらもですね、お願いしたいところで、ちょっとこじゃれた駐輪場にしたいな。簡易的なチェーンの柵を立てたら、以前動画で他のご自宅でもそういうのを拝見していいなと。ちょっと2日かないんで、今日中に作業進めたい。本当は既製品のやつのポールを買い求めようとしたんですけども、ちょっとそれがなくて。まあ、だったら、じゃあ、既製品、ポール、買ってしまいましょう、という話になりまして。支柱を立てちゃいます。それをちょっと私が先行して打っちゃえば明日仕上げができるので、はい、そういう順序でやっていきます。これちょっともったいないんで、はい、これをちょっと他の器に移して、はい、ちょっと薄めします。あ、分かりました。なんで薄めるんですか。え、あ、木目をちょっと出したいな。ペンキだとこれモノに木目が出ないんで、どうせ木だ木目ちょっと もうちょっと薄くて、どのぐらい入れた？出る？このぐらい。ちょっと何回かこう伸ばすような感じで。あ、分かりました。で、いっぱい最初に来てるとあれなんで、ここで一回こうやって揉んでもらって、はい、それで
少しずつ色づいてる、うん、そうです。で最初縦をやっちゃって、はい、でひっくり返して、はい、で今度面、わかりました、面も並べてこうやれば、はい、了解です。じゃあちょっとやっていきます。はい、今度はね、今泥味が多分強いと思いますので、あ、はいはい、シャバシャバ感が出てくれば、そうですね、一回それで、そうっす、はい、塗って、ここも一応あの後でプリンターで全部打ちますから。これはあの鎖をつけるためにこれを埋め込んでおきます。以上。すごいですね。ちょっとホームセンターで説明した。鍵はこうですね。これで、はい、ボルタルを、はい、流し込めば。あ、そのボイドの中にまた流し込んで、はいはい、それでなります。すごいですね。その後はボイドにモンタル入れて、で1日乾燥させてから、そうですね、今日は、まあ、1日経てば固まるんで、はい、それで可能だと思います。すごいですね。また開けて金具を差し込んで、そうそうそう、このボイドは、はい、コンクリートが固まれば、はい、カッターナイフで、あ、取れるんで、結構簡単に切れる、切切れば、あ、うん、そうなんですね。でその後あの色さんに、あ、わかりました。好きな色を塗ってもらえますか。はい、すごい。入れるのはちょっとあれなんで私が入れちゃいます。わかりました。はい、ありがとうございます。こんな感じです。一応これでモルタル入れ終わったんで乾かして明日取っちゃいます。一日置けばもう固くなって固まるんで、まあ必要ないと思います。はい、次はここにこれを取ってここにステップを置きたいと思ってます。それは なぜステップを
いや、これ、この空間をちょっとここの延長でここで切れちゃってるんで、やれば、ここで階段やれば、ここの広さ、活用しやすいということで、一応、この作画を撮っちゃいます。これだけのウッドデッキの広さ、まあ、作りたかったっていうのもあって、庭がちょっと少なくなってしまったり、デメリットも結構あったんですね。ここはちょっと目隠しするんで、下は別に見えてもいいんで、目線が切れるっていう形で、外からの通行人とかからの視界が、視線がすごく気になっちゃう、一番そこで嫌だなっていうのを感じて、その柱を延長するような感じですか。そう、付け足す。で、基本的にちょっとこれは、はい、こっちが正面になるんで、これを一回前の方に、前の方で、うん、そうすれば多少広く、はい、そうですなりますから、かりました。こっちは向こうが正面にするような形。はい、ラティスをちょっとつけてっていただいてもよろしいですか。はい、ここちょうどってところで、はい、何箇所かで、何箇所ぐらいで、そうですね、止められるところで、了解です。そうそう、それ自前の電動ドライバー。あ、そう、一応4000円で買いました。でも本当はもっとごついのが欲しいんですけど、これで気持ちを、これで1本で使わせていただいた。最初から買えばよかったです。こちら下にラティス貼り終わったんですけど、はい、この後上に板、そうですね、横に板を、はい、前貼ったやつと同じような感覚で、はい、あ、じゃあ外側にいたわ。そうですね、だから正面がこっちなんで、はい、外側にあるんです。わかりました。ネジとかってどれぐらいが入ってる。いや、最適じゃないんだけど、はい、距離的にちょっと遠めで、はい、どのぐらい隠すかによって、はい、うん、だいたい1センから2センチぐらいであれば、あ、はい、そんな、それほど気にならない。透かして見えてもちょっとそれ以上になると見えちゃうかな。分かりました。まあ、ここですと通りが人が立ち止まってっていうよりもう移動してるのもあれですから、まあ、なんか大体1センチぐらいの目地でやれば。分かりました。ここは塩気です。じゃあ、それで
で、はい。まあ2日目、まあ、今日で終わり、ご希望していることをどこまでやっていけるかという我々にとっては挑戦で、デッキスパーリングをやって、で午後から道路側の花壇をやっていきたいと思っております。そもそも1日目どうでしたか？はい、塗装する時もこんなに丁寧にやられていたってことが本当にすごいなと感銘を受けました。楽しんでいきたいと思います。今日もよろしくお願いします。